マイプロジェクト TV の伊藤健です。つい最近アップした動画で昔のねバイトの嫌味な先輩の言葉が忘れられないっていうのはありましたよね。先輩はきっと良かれと思って僕にね自分の頭で答えを導き出すように遠回りな指摘をしてきたわけですけど、それがムカついたっていう話。いや僕絶対許さねえ。あれ結構いろんな反響がありましてですね、いろんなご意見いただいたわけなんですけど、ほぼほとんどのご意見に一致していたのが、本当人間関係って難しいよねっていうところにたどり着くところ、ああでもないこうでもないってね、いろんな意見をねいただいたんですけども、最終的に人間関係って難しいなっていうところにねたどり着くわけです。そこで今日はアンダーソンの好ましさ評定をご紹介します。これは学生たちに555の人間のね性格リストみたいなものをね渡しておいて、それを一個一個ね点数つけてってもらう。で、それをまとめたもの。すごいこと調べる人いるんだよな。1968年に発表された論文です。人間の好まれる性格、嫌われる性格っていうのを事前に知っておけば、自らの立ち振る舞いも変わってくるんじゃないかと。そこで今日はランキング形式で調査結果を発表していきたいと思います。では行くぞ。まず一気に10位から6位を見てみると、おお、なるほど。確かにね。この嫌われる性格6位の信用できない人とかさ、10位の騙す人とかさ、なんつうの、こういううさんくせえやつはね、やっぱダメだね。8位の意地悪な人、9位の卑劣な人、これって優しさが足りないんじゃない？一方、好まれる性格の方は、ほら、9位のね、心が広い人とか、これ優しさじゃない。あとなんだ、7位の知的な人、10位の視力深い人。人に好かれるには賢さもね、必要ってことなんだろうな。まあ、確かにね、バカな人よりはね、逆にバカさ加減っていうのはさ、嫌われる側のランキングには今のところ出てきてないけどね。で続いて、一気に2位まで。はい。あーって感じ。バカさ加減はね、入ってこないね、ランキングね。おバカキャラっていうのは、嫌われるというより困ったちゃんが扱いなのかな。好まれる方の4位の忠実な人とか、5位の実直な人って、なんかね、これ、漠然としてるけどね。これも、なんだろうな、2位の正直な人ってところと若干被ってるというか、まあ、裏切ったりね、しない人っていうことだよね。となると1位は、はい、誠実な人と嘘つき。あー。まあ、これもね、他とだいぶ被ってんだけど、このランキング見ると、要するに嘘つきとか、うさんくせえやつってのはね、嫌われるっていうことと、疲れる人間っていうのは正直で優しくて賢い人っていうことだな。もっと明るい人とか、あと一緒にいて楽しい人とか、そういう人がこうランクインしてくるかと思ったらそうでもなかったね。そういう要素も大切だけど、それ以上にね、今回このランキングに入ってきたやつが重要ってことなんだろうな。ほぼね、想像した通りの結果でしたけど、改めて人に好かれる3大要素、正直さ、優しさ、そして賢さ、この3つをね意識して日常生活を送っていきたいもんです。というわけで今日のおさらいです。アンダーソンの好ましさ評定とは、人が好む性格、好まない性格を分類リスト化したもの。人気者はいつだって正直で優しくて賢い。人に好かれるっていうのはね、全然もちろん悪いことじゃないですからね。このアンダーソンのね、好ましさ評定をこう参考にしたいとは思うんですけど、なかなかね、人の性格って変えられないじゃないですか。なんかこう刻み込まれてるというか、人間の性格の話はね、ちょっとね、またこれ長くなっちゃうので、改めて後日ね、お話しさせていただければと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。